日陰温泉は、秋田県大館市にある温泉。青森県との県境である、八立峠近くの天然秋田杉の林の中に位置する一軒宿。現在の正式名称は、白神八立湯源橋の宿日陰温泉級。日陰温泉は、東日本大震災の影響や、施設の老朽化によって、回収費用が捻出できず、2014年8月で営業を終了した。 その後旧経営者からの依頼を受けて、現運営会社カップを気楽が2017年初頭の営業再開を目指し、新たな源泉を採掘や建物の大規模修繕等の再生支援を実施した。3年にわたる修繕を経て、2017年10月1日営業を再開した。成分の多い湯で、その効能は高いとされる。また、東北の草津とも呼ばれ、 3日入れば治ることから、3日、一回りの名刀として知られてきた。特に皮膚の再生、治癒に対する効能は高いとされ、アトピーの人だけでなく、若い女性層からも根強い人気がある。混浴露天風呂日本人を守る会にも属する一軒宿の日陰温泉があり、特別室、和洋室、当時客室の3タイプからなる。総皮場作りの男女別浴場と、 日本で数少ない混浴の露天風呂があったが、現在は、県からの協力が得られず廃止された。1889年、万代山の噴火に伴う、地殻変動により湧き始めた。1893年に、大館地方の自由民権運動家でもあった、日陰弁吉によって、温泉宿が作られた。1952年6月20日の秋田、伊佐新報社主催の、 1> 第1回や北県観光30系で第22位に選出された温泉名は創業者の名字に由来する。自由人掲載の温泉分析書、平成19年12月、日陰温泉8月末、閉館120年余りの歴史に幕上連脚から惜しむ声。北自下新聞、閉館1年余り、日陰温泉に新源泉2つ来下にも再開。 改修工事進む日陰温泉 HP 公式白神館建有限の宿日陰温泉ありがとうございます